ウィリス・ホイットニーズマのマリー。1857年ロンドン生まれ。1885年にウィリスと結婚したウィリス・ノートン・ホイットニーは、明治時代に来日したアメリカ合衆国の医師であるニュージャージー州ニューアークの生まれ。1875年、モリア・リノリの推薦により父で後に、商法講習所の教師になるウィリアム・コグスウェル・ホイットニー及び彼の妻のアンナ・ホイットニー。 姉のクララ・ホイットニー、妹のアデレード・ホイットニーと共に来日した。母国では、電気工学を学んでいたが、来日後母の希望で医師を目指した。横浜の外国人医師の下で学び始めたが、家計が苦しく、1878年8月から1年間、金沢の石川県、広明学校のノリナガを務めた。帰郷後、東京帝国大学の親とい外国人であった。 ドイツ人のエルビン・フォンベルツの教え子となり、東大発のアメリカ人留学生として医学を学んだ。専攻は、日本人は、眼質が多いことから眼科を選んだ。米国で学位を取るため1880年に一旦、帰国し、ペンシルベニア大学に転校する。1882年に再来日した際には、アメリカ公使館の通訳を務めた。再来日の途上、父のウィリアムが、 ロンドンで没し、翌1883年には母のアンナが東京で亡くなった。1885年には父の死亡時に世話になったフレンド派順会伝同士、ジョゼフ・ブレースウェイトの娘と結婚した。1886年には母が亡くなった際の義援金でつ海舟らと共に赤坂でセリョ病院を設立したほか、講師官通訳の傍ら、 執筆や宣教師、教師の圧戦など、明治時代における日米関係の向上に貢献した。1895年に通訳職を辞し、医療伝道に携わるため離日し、1918年にイギリスのオックスフォードシャー・アーバンベリーにて亡くなった。なお、この病院は1886年に来日した英国聖書協会日本責任者で、 ジョゼフの息子であるジョージ・ブレイスウェイト夫妻の協力により赤坂病院と解消され、現在は日本キリスト教団赤坂教会と再解消されている。ありがとうございます。